頼むし、おくりだよ。頼むし、おくりだよ。頼むし。最近の子供たちと言いますと、なかなかこう外で遊ぶ機会なんかも少なくなっているようですし、まず昔の文化体験活動に触れる機会を設けようと思って組織したところです。平成17年に実行委員会を組織しまして、老人クラブの全面的協力のもと、年中行事アルコール教室として開設することとなりました。その老人クラブの方々と触れ合うことによって、そのいろんな昔の知恵とかそういったことを体験できて、非常にいい企画かなと思います。棒の先に藁で結びます。これに火をつけるんです。どういうことを唱えるか。はい、私が言いますよ。いなむしおふるだよ。たのむしおくりだよ。いなむしおくりだよ。たのむしおくりだよ。たのむしおくりだよ。言葉に飛んで火にいる夏の虫ってありますね。飛んで火にいる夏の虫、暗くなるとここが赤々と燃える。虫が飛んできます。焼き死ぬんです。そういうことで虫を送れている方に田んぼの中に柱を立てて下げておくんです。そうするとよ、今の夜これから暑くなると蛍光灯、街灯のところにたくさんの虫が寄ってきますね。寄ってきてこれにぶつかる。そうするとここに水が溜まってます。水に落ちる。水溜まってるでしょ。ここに虫がいっぱいいるわけだ。それを投げる。虫取りだもんですね。こんなことをいろいろ考えたわけですね。特徴としてはね、何が感じかっていうか、この行事をやると最後に食べること、食べるものを考えるということが食生活ですね。必ず作る。例えば今言った今日は笹まきを食べる。ただ食べるだけでなく作るということを体験させたいと思います。ここで親指で押さえて、これをまっすぐで通したら、そしたらこう持ってって、下持ってって、これを今度脇からこう回す。がこう回して2回、そしたらまた下から回して、これを通す。なこうやったからこっちの方がいいな。もうずくんなよ。